はいどうも、たらこです。えー、昨日ちょっとネットニュースで見たんですけど、まあ、とある、神奈川県のかな、神奈川県のとある高校で、その高校の野球部、野球部の監督が部員に対して、えー、グローブなしで、素手でノックを刺して、全治3週間の怪我を負わして、それが、えー、警察の事件にまで発展しているというところで、 小中高大学の途中まで野球部だったので、まあ怪我してやめるまでね、本当にちゃんとした有能な練習なのか、それとも、俺あんまりその、何でもかんでも暴力だ、なんだ、なんだとかっていうのはあんま好きじゃないんだけど、これ果たしてちゃんとした有能な練習なのか、それとも、これは暴力事件なのかっていうところをね、まあ経験してきた人間、 なので、まあ、じゃあ今日はちょっとこれ喋ろうかなと思ったんですけど、結果から言うと、素手でノックをする練習っていうのは、えー、小中高大学までやってて、一度も見たことはないですね。うん。どんな強いここ中学、中学一緒に野球やってた、えー、同級生とかが、ま、地面和歌山だとか、徳島商業行ったりだとか、もしてますけど、そんな練習は一度も聞いたことないですね。で、 向かい合ってね、ええー、まあ、至近距離で、多分転がして、素手で取ったりだとかする練習はあるけども、普通にノックを打って、素手で取れば、それは怪我しますよ。大怪我するし。あの、左手にね、板みたいなのをつけて、で、それで、ええー、ノックを受けて、こうね、プロ野球選手って、掴まない選手も結構いるのよ。内野手とかで。こう、同点に当てて、 こうやって投げる選手とかいるから、そういう練習をさすために、こう、板をつけて、まあ、ちょっと大きめのね、それで練習してるっていうのは聞いたことはあるけども、素手でノックを受ければ、そりゃ、そりゃ、それ,それ怪我しますよ。うん。だから、その、まずその、練習の効果っていうのは、素手でノックを受けても俺は上手くならないと思うね。うん。だから至近距離で、 球を転がして素手で取る。みたいなのも、あるっちゃあるけど、まあそれもほら、なんていうの、その取ってから早く投げるっていう練習だから、基本的には。だったら別に素手で、あの、ノックをね、受ける理由がないからさ、やっても意味ないってことなんだよね。だからそれ以前に、だからこの監督さんは、まあちょっと、そういうのを想像できない人だったのかなっていう、まあアホなんだなっていうふうに、まあ、思いましたね。 それは、それは全治3週間でしょ全治3週間で結構な怪我だよ。普通に考えて。でも普通に考えて、そうなるよね。素手でノックなんか受けたら。それをね、想像すらできないっていうのね。うん。なんかその、結構それを肯定する人もいたらしいんだけど、それで俺はちょっとびっくりしたんだけど、まあ、確かに何でもかんでも暴力だっていうのも俺はあんま好きじゃないけども、それ以前にね、 あの、その練習は意味ないですよっていう話なのよ。だからプロ野球選手すで,でノック受けてる人いるかっていう話でいないっしょ、誰も。うん。怪我するもんだって。普通に考えてさ。うん、で昔の、その、俺らの時代、高校の時代とかも、た、確かにね、あの、なんか、そういう風潮っていうのかな。俺らの時代はまだ全然あったから。例えば俺高校は野球で寮に入ってたからさ。 学校で先輩とすれ違うときに、あの、挨拶しないときにはおはようございますって言ったら、えー、常時タパンしてくる先輩とかいたよ。だからこれずーっと紫色だったもん俺。<laughs> うん。で、まあ、そういうちょっとチンピラみたいな人もいたし、えー、今も、ね、連,絡連絡を取り合ってる優しい人もいたし、まあ、ほとんどが優しい先輩多かったけどね。うん。その中でもまあ、厳しさも確かにあったけど、 確かにね、そういうチンピラみたいな人もいたっちゃいた。うん、で、一時期結構監督俺らの時代変わったんだけど、あのー、一個下の子かな、なんか至近距離からノック打たれてた子もいたけど、今だったらまあ大問題になるよね。<laughs> うん、そういうなんだろう、向こうがカットしてそういうことも、うん、やってた時代だったね、うん。まあただ今回の件に関しては、なんかそれを思い出したから、この、 まあこの監督さんもう多分やめたのかなクビになったのかわかんないけど、普通に考えて上手くなるわけがないし、すででノックを受けてもね。だから、イラッとしてやったのかなとかって思っちゃったりもするけどね。うん。だとしたら、監督自体が、まあ子供っぽいよねっていう話で、うん。まあ全く意味ありません、この練習には。はい。そうですね。はい。という話でした。たらこでした。